どうも、タオと申します。いやー、来ちゃいましたね、鬼企画。まあ、プロスピレスの中で鬼企画といえば、もうこの選手が筆頭として上がってくるんじゃないですか。今回ね、使っていく選手はもうサムネにもある通りこちらの選手になります。ついに来ちゃったか。今回使っていく選手はおかわりくんこと中村拓也選手です。よろしくお願いします。はい、ではまずね、今回の企画について軽く説明させていただくんですけど、中村拓也選手にはね、超特殊能力におかわりっていう特殊能力があるんですよ。いや、別にギャグじゃないですよ。ギャグじゃないですよ。で、まあそのね、超特殊能力のおかわりをね、発動させてホームラン打つっていう、ただそれだけ、それだけ。超単純ではね。じゃあ何が一体鬼企画なのって思ってる方いると思うんですよ。なんでね、軽く特殊能力見ていきたいと思います。で、今回ね、使っていくのはこの超特殊能力のおかわりですね。なんと発動率 100%。 おいおい、めっちゃ楽じゃねえかやって思う方いると思うんですよ。じゃあね、能力内容なんですけれども、試合でホームランを打ってる時に有効なんですよ。はぁって、はぁって思いますよね。僕も思いましたね。舐めてますよね。リアタイじゃ使えねえじゃねえかって。だけどね、これを発動させるんですよ、今回の企画。なんでね、超鬼企画ですね。頑張りたいと思います。もう今回は絶対成功させるんで、ぜひ最後まで見ていってください。じゃあリアタイいきましょう。よし、じゃあ第一戦やっていきたいと思います。ね、1番 DH でおかわりくん置いてます。いやー、頑張りたい。なんも出ないか。パワー68、頑張ろう。そういう千賀投手ですね。1番バッターには注目していきたいと思ってますね。2020シリーズ活躍していくのか見ていきましょう。はい、ここは落としてきました。ツーシーム、お、なあ、届かないか。おかわりくん、パワー68か。今日はバッターが入ってるようなんで、まあでも2回表なんでもう無理かな、おかわりは。ただホームラン打っときたい、ここで。よし、じゃあ第2戦やっていきます。2点取られました。出てくれ。うわ、でも大丈夫、パワー81いけるよ。集中 OK。 シリーズ2のアニバーサリーか。 OK。インコース決めてきた。よしよし、いけるいける。集中回そう。裏なんでね。よし、こんな人入ってるんだ。ここはとにかくつなぐ意識を持って打席に入ってほしいですよね。よし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 、いいよ。やばい、盛り上がってきた。2試合目でまさかの同点のランナーが出ています。あー、ナイス。あー、ストライクなんだ、全然見えない。154キロがいきなり出ました。オッケー、よく見ました。いや、ちょっと緊張してきた、いきなり。危ない、カットボール動くもんね。いいよ。次が6球目。ちょっと力みすぎた、もったいない。よし、田村さん行きましょう。バファローズ同点のランナーが出ています。初球ストライク。寒い。いやいやいや、カットボールね。あー、打ち上げました。センターだけ伸びる。打順は5番、前田。5番か。5、6、7、もうちょっと打っときたいな。ナイス。いや、緊張する。あー、まずい。ちょっとまた2点入れられました。これ打って打って
1番回してホームラン。ここでホークス守備を変えてきました。いいよ、見えてきた。集中しよう、集中集中、それ今年一集中します。バファローズビハインドで迎える最終回です。赤星さん、最後の攻撃、なんとしても塁に出たいですよね。そうですね、まだまだ諦めるような点差じゃないんで、いいよ、3点差ね。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。ノースリー、ストライク。ここは1球見ました。ツーシーム、よし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 、いいよいいよ、繋いでいこう、繋いでいこう、ハイピン出ないで、さあ、まあ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 、追い上げのチャンスを大丈夫よ。とにかく繋いで1点ずつ返していくのがいいですよね。手が触れてくる。力のあるまっすぐですね。まずまず、はい、ストレートが決まっています。154キロ。あー、なるほど。いいよ、ここは見ます。ちょっと手が、いけるよ。だー、そうだった。さあ、そしてバッターボックスには梅野が入ります。最近出ないでね、最近出ないでね。よし、オッケーオッケー、行こう行こう、頑張ろう。かかる場面となりました。そうですね、スレー収まってくれ。詰めておけると大きいですね。あー、ストレートで打てる。ぜひ決めておきたい。絶対回したい。あー、マジ、まずい、まずい、頼むよ、ギータ、ギータ、増して、お願い、ギータ、よし、手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 が、手が震える、この震え、わかります？2球目は何で来るか。あー、ストレートが、ストレートですよね。いいよ、集中しよう。はい、ストレートが決まっています。155キロ。まずい、落ち着こう。いいよ、ライティングなし。よしよしよし、待った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 、いけるいける、よし、集中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 、よし、アジストレだ。チャンスが続きます。攻撃がいい流れになりつつあるんで、頑張ります。しっかり繋いでいけばまだまだいけますよね。このフレーが、そうですね。さあ、初球は何か、厳しいコースでした。タイピンチね、よし、喉が乾いてきた。キレがあります、ね、いいよ。アウトローの変化球、キレがあります。ここはあっという間に、ここはあっという間に追い込んで、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 よっしゃー、よしよし